お腹筋で県大会1位になったソフトテニス部の話をします。えー、これはですね、えー、僕の中で実話として扱わせていただきます。えー、員はですね、えー、全部で8人いたわけですね。で、まあ、高校1年生からその人はですね、ソフトテニス部にですね、入りたくてしょうがなくて、もうあの、バックとかね、あとはセカンドバックとか、セカンドバックじゃない、バックとかのテニスのラケットとか買ってね、 新しい進学校にですね、入ってですね、部活に励んだんですけれども、えー、まさかね、その時ね、お泣きに出会うとは思わなかったでしょうね。はい、えー、テニスをですね、ずっともう、朝練からずっとやっていて、しばらくしてだいたい、入学して3ヶ月ぐらい経った時ですかね、たまたまネット上で,で見たですね、 その子はですね、ヤフーキッズとかをまだ見てて、まだですね、考えが子供だったんですね。で、ある日ですね、えー、タグっていうのがですね、あってですね、えー、っとですね、人間の体の仕組みっていうのをですね、調べててですね、それでですね、タグみたいなのが出てきたんですよ、下の方にね。そしたらそこをクリックしたら、クリックする前にですね、人間の体と仕組み、 ちょっと間スペース開けて、オナキンって出てたんですね。はいで。それをクリックしたわけですねで。クリックしたら画面がパーって出てきて、よくよく見てみたら、オナーキンなんとか、オナーキンのやり方、オナーキンの性欲主義者とかいろんな言葉が出てきて、最初は何が何だかわかんなくてクリックしたらですね、えー、6日目、7日目、8日目とかいろんなね、そういう、 そのおなきをしてる人の体験談みたいなのができたんですねで。最初のうちはもう興味ないこんなのいいやと思ってね、ページを閉じて、その日は寝たんですけど、まあ、次の日になってですね、どうも頭からそのおなきっていうのが離れない。ですね。はい。で、次の日、また学校に行ってね、朝練してるとき、まあ、ベンチに座って隣の子に聞いたわけですね。あのさ、昨日ちょっとホームページみたいなのを見てたら、 なんか、オナキンっていうのは言ったんだけど、お前知ってるっていうふうに言ったら、隣の子が、オナキンっていうのは、なんか、性ストステロンを下げて、なんか、男にしかできないみたいって言って、なんか、俺もやってるけどあんまり効果ないよって言ってたわけですよ、その子はね。で、自分は、ふーんって言ってですね、今度やってみようかなって言ってね。ただ何性欲を我慢すればいいだけだろうっ,つって。 あでもとにかく、脳内で頭の中で考えちゃうともうダメらしいぞって言われて。で、家帰ってね。よし、今日から一日ちょっとやってみるかって試しにお試しキャンペーンみたいにやったら。で、その日は一切出さずに。毎日やるおなざらの子だったんですよ。毎日ね、3、4回ある。高校生ですかピークですか思春期だから、僕もね、あの時はすごい一番性欲が強かった。 5、6、7の高校時代はね。いや、で、一日終えて、して、起きたら、なんか体がだるいんですよね、全身がね。うん、で、なぜか、うん目覚めも悪かったんですね。うん。で、鏡を見たらもう髪はボサボサだし、目なんか垂れちゃっててね。で、なんか変なニキビが、昨日できてなかったニキビができてるんですね。左頬のに。ああ、これはまずいなと思って。 こんなのやめようかなって思って、次の日学校行ったら、あの、まあ、ティニスね、やってラリーとかするじゃないですか。その時にちょうどね、あの、話したこともないことね、まだ入ったばっかなんでね、えー、ラリーをすることになったんですよ。まあ、2セットぐらいね。2セット、ラリーに2セットないかで。その次に試合をやるってこと二2セット試合のやその子がですね、ちょっとハーフっぽかったんですね。うん。ちょっとパキスタン系のね、うん。 で、ラリー終わって、で、前にもその子はね、まあ、テニスが入った時に見てたんですね。う,ん、うまいなぁと思ったテニスが、やけにうまいなぁって、他の子よりうまいなぁと思ってて。で、その後試合後話してみたら、ベンチに座って、そしたら、片言なんだよね。オーナーキーン。僕オーナーキーンっていうのやってるんですけど、あの、あの、それからテニスがうまく、ちょっとうまくなったって話をしてね。そんで、 いやーでも僕なんか一日でニキビができましたよって言ったら。ノー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 関係ない関係ないって、うん。で、その人とラリーをまたするようになってね。そうしたら、だんだん日,日によって目がでっかくなっていってるんですよ。二重がね、こう30円ぐらいに。うん。で、テニスのあの、力、あの、スマッシュ打つ時もね。で、本当になんか他の人と断然うまいわけですよ。 上達っていうのが早くて。で、その人のよく話聞いたら、お腹筋を高校やる、中学卒業する2ヶ月ぐらいだから今年入ってから1月からやり始めたってうんですよ。で、まさかお腹筋のせいじゃないよなって思ったわけです。そのうまさとか、そのオーラとかね。うん。まあ、ハーフっていうのもあったかもしれないですけど。で、色はちょっと黒、黒、朝黒くてですね。で、よくよく話を聞いたら、その子も、 僕も二日三日やったら一週間でニキビがすごいできたって,言って。それはやっぱり体のいらないものを排出してるんかなと思うって,言って。でもね、二ヶ月、一ヶ月二ヶ月経ったら消えたよって完全に言って。僕なんか今は二重が全然治らないんだって,って。いや、それはいいことじゃんって言ってそしたら、うん、実はオナキにしてから体が軽いって,言って、うん。僕中学まではずっとテニスで補欠で、 先生に怒られたばっか。ここに来てなぜだか僕、なぜか知らないけど、それみんなが弱いだけなんじゃないのって言ったら、そしたら、なんか知らないけど、テニスも自分でやってるような感じじゃない。背中を押されてるような感じ。って言って、背中を押されてるような感じ。自分自身の実力じゃないのかって思って。 これはもう、ニキビができてももう、関係なく、もう、捨て身でやってみようかなって言って、二日目三日目やって、やり続けて、結局、その、こう、その、ハーフの人に影響を受けて、100日を達成したんですね。うん。で、それからですね、あの、足首のところを怪我したんですね。ちょ、ちょ、ひねったみたい。で、一週間ぐらい部活を休ませてもらったんですね。そんで、家で、まあ、その間もずっとお腹筋をしてて、 免疫が下がってきてで、で、風もひいたし、うん。うん。それで、その中でその方の気持ちは変わったんですね。このテニス部に顔を出すときは、ちょっとぜ、あの、あの、こう、ダブルスで前衛をね、やったことないけど、全員をやってみようかなってやって、やりだしたんですよ。うん 公営はちょっとね、僕には向いてないと思ったらしいんですね、その期間で。休んでた期間でずっと考え、あの、布団の中で考えてて。それで、また復活して風が治ったと風が治ったと部活に顔出して、またテニス部に戻ったわけで。その時にダブルスの試合が組まれてたんですね。で、全員を任されたんですね。カイト君っていうんですね、名前がね。それで、全員を任されて、よしじゃあやるぞつっ,って、後ろの公営のね、 うん、きっとも。で、こっちのチーム、カイトナンとか組。で、向こうはですね、その、ハーフの子がね、ちょうどいたんですね。うん。マキャノンっていうね、ハーフの子だった。マキャノン。なんか、キャノン法みたいな名前ですマキャノンナンネイ君。で、キャノン君はもう、光栄のスペシャリストですから。で、こっちは全員でカイト君が構えて。で、や、で、本当に試合がピーって始まって、で、審判もいて、それで、始まったわけです。その一つのコードでね。 学校をもとはそれは女子高校のコートだったんですよ。それが廃校になって女子校のコートを借りてたわけです。僕たちはね。それで、僕たちじゃないね。僕じゃないからね。それは話。その人は。そしたら、試合が始まったとたギアが上がったんですね。向こうの脇、ね、の奥の。もスマッシュの速さといいね。動きといい。プロに近いような、あの、ステップ。そして、右から左へのこうね。 相手のこう、間をつく、こう、スマッシュをね、かなり叩き込んできて。で、本当にドロップショットとかもね、あの、光栄ながら、ね、届くぐらいそのコートにね、この、手前にストンと落ちるぐらいのね、やってきたんですよ。だけどこっちは前衛がいますから、でもね、最初のうちは、全然その、ドロップショットでもこう、前衛は本当とスカって言うんですかこう、空振りぶっかししてて、 使えない。全員だな、とみんな思ったんですよね。うん。そんで向こうの負けノくんもギアも上がってきたんですよ。で、僕も、僕も最初は力が入ってたんですね。で、負けノくんを打ちかまそうっていう気持ちで入った、コードに入ったんですけど。でも、あの、2セット目からは、もうコードチェンジで2セット目からもう、いいや、負けノくんなんか相手にしないで、もう自分自身のテニスをしようって思ってやったんですよ。で、相変わらず負けノくがはギアを入れてねで 前衛も向こうも後衛も上手かったんで。特に負けのくんだっけはね、全然もう格が違って,てで、負けのくんはどんどんスマッシュを打ってきてね、こう。後衛も取れないぐらいのね、速さのスマッシュを打ってきたんですけど。なんか2セット目の後半ぐらいからね、そういう風な考え方を変えただけで、負けのくんのスマッシュを打ち返せるようになったんですよ。そう。で、スマッシュってカウンターで前衛も取れず。で、ね、負けのくんも、 前に出てきたんですけど、追いつかずそれがずっと続いたんですね。それはカイト君の、なんか、この、スピードがだんだん速くなってきたんですね。うん。あの、対応力っていうんですか。この、テニスのラケットこう、目の前って、自分の顔の前にやってね。で、やるじゃないですか、全員で、それがですね、対応力が速くなってきて、どんなボールでも打ち返せるようになってるんですね。うん。で、一回、マゲノ君の素早いスマッシュを打ち返して、 横のコート、スレスレのとこに、ね、返してカウンターでね、マケナン君が一回任されたんですね。で、一回逆転したんですね。マケナン君がタイムを要求したわけです。でさ、うん。さ、なんか、向こうの仲間と話し始めて、うん。一セット目と違くないって、おかしいな、ってそう。俺たちのペースが乱されてるみたいなって。そんで続けていったら、 全衛様々でね、こっちのカイトが結構カウンターで返したんで、2セット目取ったんですね。まさかね、マケノン組から取れるなんてね、うん、組ぐらいしかいなかったんでね、その選手分には。で、この日だけおかしいと思ったんでしょうね。で、マケノンは2セットで終え、終えたんですね、お互い試合。その後、まあ、セカンドバックあ、バックを持ってね、離したわけですね。裏の、あの、草のところでね、木のところで、そしたら、 この立ち話になっちゃって、どういうことだねって言って、なんか、風邪風で一週間休んでたよねその前と近くないってなんか向こうもちょっと悔しい、悔しいのを見せずにこう話してきた感じで、それでこっちは、君に言われたお泣きをしてたよって、休み中もずっとしてたなって言ったら、お願いだからもうおなきはしないでくれ。 って言ってきたんですよなぜかし。そう。なんでって言ったら、今日のお前はちょっと違ったっていつもね。特に1セット目はいつもの君だったけど、2セット目は君、ちょっとおかしかったっって。うん。なんか違うパワーを感じたんでしょうね、お互いにこう。うん。で、いつもは何全員しないのなんで今日だけは全員したんだい 一日だけやってみようかなと思って全員にした方がいいって言われたんですね。うん、それで、カイト君は、2年間部活やってね、一応県大会でね、3位になったんですね。うん。マケノン君はもう、それから上達はしなくなっちゃったんですね、あんまりね、うん。県大会のダブルスで3位になったんですね。でそれで、えー、 他の高校にもおなきんっていうのがね、一瞬広まったんですけど、まあ消滅しちゃいましたけど。ないないがオナキンしたからあんな強くなったのかみたいなね、噂が流れてね。うん、そう。で、先生からも言われたらしいっすかとか、お前どっかの高校かなんか練習してるのかって言われて。いや、全然してないんです。なんでそんなに早いんかな上達がって,て、うん、そういうオナきんをしててね、 ふと思った瞬間に自分がそういうところに立ってる。そして自分が、えー、光栄だったのにも変わらず、全員にした。そういう考え方のね、あれはってお泣きをしていて出てきたんでしょうね。違う考えが。まあ、シングルスでは、カイトくんはね、結構、まあまあのね、うまさでしたけど。うん 県大会最後、おなきんで撮ったっていうね、今でも症状ってとろーなんか、盾がありますけど。おなきんしてたからかなって今でもね、それは話してますけど。